皆さんこんにちは。知のための認知症予防動画です。今回はひらがな計算です。すべてひらがなで数字と足し算と引き算が書かれていますので計算をしてください。脳を活性化させるためになるべく暗算で挑戦してみてください。全部で5問あります。制限時間は30秒です。それでは早速やってみましょう。1問目です。3足す6足す2。答え合わせです。3足す6足す2ですので答えは11となります。2問目です。7引く5足す4。答え合わせです。7引く5足す4ですので答えは6となります。3問目です。3足す7足す5引く8。答え合わせです。3足す7足す5引く8ですので答えは7となります。4問目です。6引く4足す5引く7。答え合わせです。6引く4足す5引く7ですので答えは0となります。最終問題です。最後は少し難しいですよ。2足す5引く6引く2足す1。答え合わせです。2足す5
引く6引く2足す1ですので、答えは1となります。いかがでしたか？この問題は脳のワーキングメモリという作業記憶を鍛える効果があります。知のためでは脳を活性化する動画を公開していますので、他の動画も見てくださいね。ご視聴ありがとうございました。知の種のチャンネル登録もお願いします。